バックス8550のコンソール端末として使われる DC プロフェッショナルプロフェッショナル325プロフェッショナル350は IBM PC へのハイエンド対抗機種としてデジタルイクイップメントコーポレーションによって1982年に市場投入された p d p 1 1互巻のマイクロコンピュータであった。ただし、後日のように PDP-11 のソフトウェアをそのまま実行できるような互換性はなかった。後に性能を向上させたプロフェッショナル380も登場する。外観はレインボー100やディークメイト2に似ているが、プロフェッショナルシリーズは LK201 キーボードと4 0 0イト片面4倍密度のフロッピーディスクドライブを搭載しており、 カラーあるいは白黒モニターのいずれかを選ぶことができた。DEC のこれら3機種のいずれも、好意的に受け止められず、コンピュータ業界は代わりに、すべてのバイナリープログラムに互換性のあるインテル8088を搭載した、IBM PC 互換機を標準化した。いくつかの点で、PDP-11 マイクロプロセッサは、インテルのマイクロプロセッサよりも、技術的に優れていた。 8088は20ビットのアドレスバスが原因で1メガバイトのメモリ空間に制限されていた。一方、PDP-11 マイクロプロセッサはは22ビットのアドレスバスで4メガバイトのアクセスが可能であった。しかし、競争において他の要因がより重要であった。DEG の企業文化とビジネスモデルは開発の早い消費者向けコンピュータ市場に向いていなかった。 1984年にバイト氏は IBM PC で動作する Vinix は DEC Professional と PDP-11-23 で動作する Vinix よりも性能が優れていたと報告した。その上 PDP-11 は非常に成功したミニコンピュータであったが入手可能なスモールビジネス用ソフトウェアの種類が少なかった。競争によって 多くの既存の CP-M のアプリケーションが CP-M が動作する 8080CPU と類似した8086、8088と MSDOS を搭載した IBM PC に容易に移植された。既存の PDP-11 のソフトウェアを DEC プロフェッショナルへ移植することは DEC 社のミニコンピュータの PDP-11 シリーズと 部分的に互換性をなくすという設計上の決定のせいで複雑になってしまった。コンピュータ業界の非評価は DEC が低価格な PC との価格競争からより利益のある主流の PDP-11 シリーズを守ろうとしたのでこの非互換性は少なくとも部分的に意図したものとして表面化してしまったと述べた。DEC プロフェッショナルはオフィス用パーソナルコンピュータとしても 科学技術ワークステーションとしても広く受け入れられることはなかった。コンピュータの市場はインテル8086あるいは MC68000 を搭載したコンピュータへ向かっていった。巨大な PC 市場における重要な足がかりを得ることに DEC が失敗したことはニューイングランドにおけるコンピュータハードウェア産業の終わりの始まりであった。 ニューイングランドを拠点とするほとんどのコンピュータ企業はミニコンピュータを重視していたからである。DEC フォンズ -11 チップセット、プロフェッショナル325と350は、ス -11 チップセットを使用した。このチップセットは90ピンジフコネクタを使う独自の CT バスの拡張スロットを6つまで搭載した単一基板の PDP-11 を作るための ものであった。プロフェッショナルシリーズは2台の RX50 フロッピーディスクドライブを搭載していた。プロフェッショナル325はフロッピーディスクドライブだけを搭載した。350と380は内蔵ハードディスクも搭載していた。ミニコンピュータの PDP-11 シリーズはコンソールと表示デバイスとして分離しているシリアル通信端末を使用した。 プロフェッショナルシリーズは、組み合わされたコンソールとディスプレイを制御するために、内蔵ビットマップグラフィックスを使用した。プロフェッショナルシリーズのすべての入出力デバイスは、ミニコンピュータの PDP-11 の入出力デバイスと異なっていた。例えば、内部バスがドマをサポートした一方で、ドマを使う入出力デバイスは存在しなかった。 割り込みシステムは当時のインテルの PC 用チップを使用して実装された。そのため割り込みシステムを PDP-11 の標準割り込みアーキテクチャから非常に異なったものにしてしまった。これらすべての理由によってプロフェッショナルシリーズは以前から存在した PDP-11 のオペレーティングシステムに対して広範囲の修正を要求した。そして プロフェッショナルは修正なしで標準 PDP-11 のソフトウェアを実行することができなかった。プロフェッショナル 3XX のデフォルトのオペレーティングシステムは DEC の POS であった。POS はメニュー方式のユーザーインターフェースを追加した RSX-11M の改造バージョンであった。コンピュータ業界の非評価は このユーザーインターフェースは、ぎこちなく、遅く、そして柔軟性がない。広く使われるようになった、コマンドライン方式の MS DOS のユーザーインターフェースを、超える利点はわずかだ。他に利用できる、オペレーティングシステムは、DECRT-11、ベンチャーコムビニックス、そして 2.9BSD ユニックスであった。 DEC j マイナス十一チップセットその後、大幅に高速な j マイナス十一チップセットを使用したプロフェッショナル三百八十を発売した。しかしながら、マザーボードのクロッキング問題が原因で、j マイナス十一チップは十六から十八メガヘルツの代わりに十メガヘルツで動作するしかなかった。このようにプロフェッショナル三百八十は、標準の p d p マイナス十一 73システムよりも低速度であった。DEC Professional PC-38N は、Professional 382T を付けたものであった。T は DEC Professional をバックス a x 8500や8550と接続して、DEC Professional をコンソール端末として使用するために必要なものであった。T は2つのシリアル線ユニットを搭載していた。 一つは、バックス環境モニタリングモジュールに接続し、もう一方は、データ転送に使うことができる予備である。T は3つの8ビットポートから構成される、プログラマブルペリフェラルインターフェースも搭載していた。P は、データ、アドレスを転送し、コンソール端末とバックスコンソールインターフェースの間の、信号を制御する。DEC プロフェッショナル以前の PDP-8 や、 PDP-11 のようにプロフェッショナル350はエレクトローニカ MS-0585 としてソビエト連邦でクローン製品が作られた。ありがとうございます。